皆さんこんにちは、桜井大斗です。軽井沢ね、もうとっても暑い、プリンス通りになりますけれども、さっきね33度とか計測があったんですが、今日来たのはですね、そんな暑い日にぴったりのこちらのお店、ヘルムズデイを軽井沢行ってきます。ではですね、早速店内ツアー行っていますけれども、もうガチガチのですね、こうイギリスとかね、こうスコットランド好きな人はたまらないんじゃないかなっていうぐらいの、もうものすごいね、このウイスキーの瓶だったりとか、あとね書籍もねすごい充実してますね。もうウイスキーのことならね、もう何でも知ってるようなお店なので、セントアンドリュースですよ。これね、イギリスっぽいって言ったら失礼なので、スコットランドっぽいと、私はあえて言おうと思いますけれども、奥はですね、こんな感じの、落ち着いた席もありますし、このね、チェスターフィールドソファなんか、かなりいいと思います。今日はですね、こちらのね、半オープンテラス的な感じの雰囲気のところで、まあ、なんといっても、今日はね、暑いですから、はい、それではね、メニューの紹介になりますけれども、なんとこんな形でね、ボードで出てきます。なんかね、教育系 YouTuber になったぐらいの感じの勢いですけれども、まずね、紹介していきたいのが、これフードメニューですかね。ベタですけど、これですね、フィッシュ&チップス。もう、スコットランドといえば、フィッシュ&チップスとビールでね、もう平日の昼間から幸せになれるということで、あとね、さっきお店の人に聞いたんですけども、このねソーセージの春巻き揚げ、これかなりねもうリピーターの方に絶賛されている、かなり出ているやつなので、はい。そして飲み物メニュー、もうね相当いろいろありますよ。ここでですね、まずビールでしょ。ビールさっきね黒板とかにも書いてあったと思いますけれども、IPA からペールエールから、いろいろ種類が選べるっていうのと、そしてねヘルムズデイルといえばもう間違いないのが、このスコッチウイスキーシングルモルトがっつり入っているというのと、あとねカクテルだったりとか、まあジン、ウォッカ、ラム、その他リキュール、ノンアルコールの方にはねこういうねジンジャービアなんかもあるので、一人ね運転係の方はこの辺り飲んでみてください。あ、じゃあお願いします。はい、このフィッシュ&チップス、それからソーセージの春巻き揚げをお願いします。このタリスカハイボールで TSP、はい、これタリスカソーダパイントでいいんですよね。あ、もう合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。タリスカのハイボール来ました。もうね、このね暑い日のためにこの一杯があったと言ってもいいような感じの、もうキンキンに冷えてるグラスでございますが、ちょっといきたいと思います。このねパイントグラスがいいっすよね。私ねイギリスに留学してたこと、まあ私の場合はスコットランドじゃなくてイングランドなんですけども、なんかその時のねことをね思い起こさせるような、こう気持ちが若くなりますね、このねパイントグラス見てね。はい、まあそういうよもやばの話はいいんで、早速いただきます。おぉやばい夏の30度超える軽井沢でこのねタリスカのハイボールを飲むっていう以上に夏らしい経験があるだろうかというぐらい、ああいいですね。なんかまあビールとかでもいいんですけども、このねこのウイスキーのねスモーキーな感じがあり、この炭酸たっぷりのねもう爽やかな、もうスカッとくる感じの、何も言えねえ。来ました、ソーセージの春巻き揚げです。もうねこのね包み紙からねもうスコットランド行った感じ出てますよ。もうスコットランドの文化をウイスキーなしには語れないということで、このハイボールとそして
ソーセージの春巻き揚げ。春巻きはスコットランドにはありませんけれども、結構ねハバネロソースがねあるんでね、あ、なんか結構もうかなり香りがハバネロ感が出てます。いただきます。おお、春巻きで包んだことによってソーセージのね肉肉しさがねちょっとねソフトになる感じですね。でかつねこのハバネロソース辛いっす。問答無用でこのハイボールをね進めるがごとく、このねハバネロソースもう追いハバネロしていくぐらいな感じの結構いや辛っ。来ました。これね、フィッシュ&チップス最高じゃないですか。もうね、やばいです。もうこれ見ただけで私はなんかもう学生時代をね思い出すぐらいのね、もう幸せな感傷的な気分に浸るっていうのが本音なんですけども、見てください。あの普通のフィッシュ&チップスじゃないんですよ。ここわかります？このね、あのポテトをちゃんとね、あのざく切りしてくれてるってところがものすごく私としてはポイント高くて、これ普通にあの、まあ、私ね、まあ、イギリス人の友達もいますと。でそういう人に聞いても、まあ、これは正真正銘本場のフィッシュ&チップスだと。もうねすごいですよ。だってもう肌とか刺さってますからね、うん、フィッシュ&チップスといえばこのねモーツビネガー、これですよ。モーツビネガー、違うかな、モビネガーかな全然もう酔っ払ってきましたけども、はい、イギリス発音っぽかったかな。でそれをですね、もうこのねコッド、この白身魚にもうガツンとかけて食べるというのがね、もうブリテンの本流でございますから。あとねポテトからいきます。どうですかこの皆さん、わかります？これね、あの冷食をねフライにしたような某チェーン店みたいな感じじゃないんですよ。もうねそれはね、このスコットランドの誇りというか、はい、いただきます。あーこの感じ、まあこれもスコットランドはちょっとずれんですけども、あの私ねウェールズ人の友達も留学した時にいて、でそのウェールズ人の方のねお家に行った時に彼のね母親がフィッシュ&チップス、まあ、フィッシュはなかったかな、チップスをねもう作ってくれたわけですよ。まあ日本で言えばね、あの来た人にこうおにぎり渡すとかそれぐらいの感じだと思うんですけども、まあ、そのねチップスがねものすごく感傷的な感じのイギリスの家庭料理、なんかそれをね思い起こさせてるようなね、このね素朴なね、わかりますか、じゃがいも MSG とかねもう入ってない、もうこのね懐かしみのあるこうウェールズの大地を思い起こさせるような、まあ、そういうねこのじゃがいもですよ、うん、モルトビネガーをたっぷりかけたフィッシュいきます。ちょっとねあのわかりますか、これこの味ですよ。ぶっちゃけイギリスも今物価高いんで2000円でこのフィッシュ&チップスは出てこないです。間違いなくねこのエルズンデールに来た方が美味しいフィッシュ&チップス食べられるんじゃないかという感じですけども、こうなんだろう、この白身魚のねホロホロとした感じとこの中のね火の通り具合、あとね結構これね厚みがあると難しいと思うんですよね、この火入れの仕方とかね。でもこのお店ね相当フィッシュ&チップス出してるんで、かなり日本でのフィッシュ&チップスのランキングでいくと、まあ、相当上位に入るんじゃないかなっていうぐらい本格的なんですね。まあ、皆さんねあの入り口とかね多分さっき動画でご覧になったと思うんですけども、まあ、正直万人向けのお店じゃないと思うんですよ。でも本当にこうイギリスのねこうパブ文化だったりとか、まあ、あるいはそういう家庭料理だったりとか、だからそういうところが好きな人は
ます。なんかもうね、まあ、私がそうなんですけども、もうノスタルジーに浸れる最高の空間なんで、ぜひこれはね、ここでね、あのフィッシュ&チップスとね、そしてスコッチウイスキーをね、飲んでいただきたいなというのが、まあ、イギリスにね、留学したことがある一人の人間の、一人の日本人の感想ではあります。ありがとうございました。いや最高っすね。こちらのねヘルムズデールさんなんですけれども、実はね不定休っていうのが、注意しなければいけない点なので、こちらねインスタグラムのアカウントが概要欄に貼ってありますので、気になる方はそちらからね営業日チェックして行ってみてください。本日もねご視聴いただきありがとうございました。いいねと思ったら高評価、そしてチャンネル登録、またちょっと長い続くようにスーパーサンクス、攻撃費などご支援をいただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。